はい、こんにちは、116インズです。だいぶお待たせしましたが、今回は当チャンネル毎年恒例の順位予想をやっていきたいなと思っております。 ロックアウトが長引き、なかなか各球団の今季戦力が確定しない状態が続いたため、まあ、こんな開幕直前となってしまいましたが、2020年シーズンから2年連続で低い的中率に終わっている順位予想。昨年は自分が応援しているマリナーズの地区2位を見事的中させたこと以外は、まあ微妙で、今年こそは皆さんに、お、116ウィンズやるやんと言ってもらえるような順位予想。相変わらず主観に頼ったものではありますが、いい予想にしていければなと。 で今年は新しいルールも導入します。今までの順位予想では1つ予想を外すと自動的に2球団順位を外すことになっていたため、空的中率も低くなるでしょうとご指摘いただくことは実はあったんですが、今年は以前コメント欄で超運さんが私の予想の採点に使われていたルールを買ってながら採用してみます。 各地区実際の順位とするために必要な予想の並び替えの回数に応じて点数が決まる方式で全ての順位的中を100点としてそこからチームの並び替えが生じるたびに10点ずつ減点する方式ですね入れ替えを減らすため上位と下位の見極めが肝となるルールと認識しています当然目指すは全地区100点行きましょうまずは AL 東地区昨年はレイズ、レッドソックス、ヤンキース、ブルージェイズ、オリオールズの並びでした 最下位、オリオールズを除いて4位までが91勝以上と非常にハイレベルな地区で、レイズはシーズン中にエースのグラスナーを失うアクシデントに見舞われはしましたが、選手層の厚さや運用のうまさはさすがの一言で、球団史上初のシーズン100勝をマークし地区優勝。 2位レッドソックスは2020年苦しみましたが、コーラ監督が戻ってきたことで本来の強さを取り戻し、3位ヤンキースも調子の波が激しくて村の多いチームという印象はあれど、それでもプレイオフに滑り込んでくるあたりはさすが名門といったところでしょうか。で、不憫だったのが91勝で4位のブルージェイズ。 ゲレーロジュニアのブレイクなどで得失点差プラス183と、ピタゴラス勝率なら99勝していたはずのチームも、ブルペンが少し接戦に弱かったりして勝ち星が伸びず、プレイオフにすら進めなかったのはこの地区の戦いの激しさを物語っていますよね。さて、そんな東地区は今年どうなるのか、私の予想がこちらです。地区優勝、ブルージェイズ、ニーカ、レイズ、レッドソックス、ヤンキース、オリオールズと予想します。 昨年と変わらず今年も強豪4球団がひしめく非常にレベルの高い地区になることは間違いないでしょうそんな中でレイやセミエンなどは抜けましたがゴースマンやチャップマンなどの獲得で戦力を整備し開幕時点の比較であれば昨年以上のチームを作り上げているブルージェイズを個人的には推したいなと 昨年開幕時点ではリヒョンジン以外不透明だったローテーションは今や5番手までなかなかのメンバーですし、セミエンが抜けてもなおゲレーロジュニアを中心とした打線は強力。またブルージェイズにとって大きいのは今年3年ぶりにホームのトロントで1年間戦える点ですよね。ブルージェイズは特にホームで強い印象があり、昨年トロントに戻る前はホーム扱いのダニーデン、バファローで勝率ちょうど5割だったところ、トロントに戻ってからは25勝11敗。この変化は意外と侮れないのではと考えています。 ただ正直優勝はレイズとも迷いました。目立った補強したわけではないものの、選手層の厚さは相変わらずで、今年も順当にいけば昨年の100勝に近い成績は残してくるでしょう。ワンダーフランコ初めてのフルシーズンでの大暴れに期待したいですし、怪我で出遅れることになりましたが、新人王候補シェーンバズの投球も楽しみです。他にはない選手運用もこのチームの強みで、簡単には勝たせてくれないかなと。 で、3位、4位は一応去年と変わらず、レッドソックス、ヤンキースの並びとしましたが、ここはそんなに差はないと思っています。トレバーストーリーの獲得のほかディークマンやパクストンなど、投手陣も強化したレッドソックスの方が、ドナルドソンのトレード以外はそこまで積極的でなかったヤンキースと比べて、まあ補強によるプラスがやや大きいかなという印象で、この並びにしましたが、ここはどっちに転んでもわかんないですね。 最下位オリオールズは今年も変わりません。今季は2019年ドラフト全体1位指名のキャッチャーアドリ・ラッチマンや、これまた当初のトッププロスペクトグレイソン・ロドリエス・アたリがいよいよ昇格してくる見込みで、若手を見る楽しみは例年よりも多そうな1年ですかね。さて続いては中地区見ていきましょう。昨年はホワイトソックス、インディアンス、タイガース、ロイヤルズ、ツインズの並びでしたね。 ツインズがコンテンダーとしてホワイトソックスと優勝争いするはずが、まさかの最下位でホワイトソックスの一挙でシーズンそのまま終わった印象です。ホワイトソックスはロバートやヒメネスなど、若手の主力が相次いで離脱しましたが、それでも投打にバランスが良く、地区の中で戦力を頭一つ抜けていました。 で、2位以下は全て勝率5割以下と、寂しい状況ながら3位に再建中のタイガースが入る検討を見せたのも、また印象的でしたね。再建の過程で集めてきた若手たちが徐々にメジャーに上がってきて、活躍する姿はファンの方々にとっても嬉しかったことかと。ただ、この地区は個人的にはダークホースとして期待したロイヤルズが4位に沈み、ツインズも全く振るわなかったことで、予想が点でダメだった苦い思いでも残る地区です。では、そんな中地区の予想はいかに、地区優勝ホワイトソックス、 2位かタイガース、ツインズ、インディアンス改めガーディアンズ、ロイヤルズと予想します。 昨年予想外の検討を見せたタイガース、さらには最下位に沈んでしまったツインズが大型補強に動いたこの地区ですが、それでもトータルの戦力は以前ホワイトソックスが一枚上と見ました。投手陣はランス・リーン、ギャレット・クロシへの怪我がかなり痛いですが、オフのグレイブマンやケリーの獲得でそれをカバーするだけの戦力層はありますし、先発陣もディラン・シーズやマイケル・コペックあたりが、まあ、昨年のロドンのようなブレイクを見せたらなかなか面白そうと。 ロバート・アンダーソンらを擁する打線もメンバーだけならリーグトップクラスで今年もこの地区での戦いは優位に進めるんじゃないかと考えています。ただタイガースやツインズの補強によって昨年ほどの独走状態にはもちろんならないでしょう。若手の成長著しいタイガースはオフに映えず、ロドリゲスと自前で埋められないポジションを中心に FA できっちり確保し、ここに今季はスペンサー・トーケルソン、ライリー・グリーンといった野手のトッププロスペクトたちも加わります。 若手が多いため不安定な部分を見せることもあるでしょうが、その分爆発力にも期待ができ、上振れ期待での2位予想としました。ツインズも特にコレア獲得までつなげたロッカーとこの動きは素晴らしいとしか言えず、再開から再びコンテンドする体制はできたと考えていますが、ただ昨年苦しんだ投手陣の不安が消え去っていないのがちょっと怖いのかなと、ジョー・ライアン、ベイリー・ローバーあたりがブレイクしたとしても、ソニー・グレイがトップのローテーションでプレイオフは少し厳しい印象で、ワイルドカード争いが現実的な線でしょうかね。 4位ガーディアンズはまあコンテンダーではないにしても、投手陣は割と盤石なので、ロイヤルズと比べて成績の面で大崩れはしにくいのかなと思いこのような並びとしました。ただロイヤルズもボビー・ウィット・ジュニアがデビューし、楽しみな若手が着実にメジャーで経験を積んでいる、あるいはこれから積んでいく状況にありますので、意外な戦いを見せることに密かに期待は寄せています。 はい。そして最後は西地区。昨年はアストロズ、マリナーズ、アセーチックス、エンゼルス、レンジャーズの並びでした。まあ、アストロズが順当に強さを見せる一年でしたね。FA で抜けたスプリンガーの穴をマイヤーズやマコーミックなどであっさりと埋め、バーランダーが離脱した投手陣にはルイス・ガルシアが台頭したりと、育成力も見せつけての地区優勝。悔しいけどこのチームは強いです。 まあそれはいいんです。問題は2位です。誰も予想できなかったマリナーズが2位。これを当てた私は天才と崇められたそうですが、得失点差51で90勝もした不思議球団を支えた、あの異常なまでの勝負強さを予想することは、まあ普通は無理でしょう。3位アセチックスはシーズン終盤までプレイオフ圏内に入るもブルペンが一気に崩壊して終戦。大谷選手が歴史的な1年を送りながら4位に終わったエンゼルスは、トラウトやレンドーンの怪我などが響いた印象でしたね。 では、今年の西地区どうなんでしょうか予想こちら。地球優勝アストロズ、2位かマリナーズ、エンゼルス、レンジャーズ、アセチックスと予想します。マリナーズ、エンゼルス、レンジャーズが結構頑張って補強しました。ただそれでもまだアストロズを引きずり下ろすまでには至らないんじゃないのかなと。 アストロズもコレアが抜けたのはかなりダメージが大きいでしょうが、それでもなおこの地区で投打のバランスが一番優れているのは紛れもなくアストロズ。タッカー、アルバレスらを中心とした打線の破壊力は健在で、投手陣ではバーランダーが復帰予定。ちゃんとやれば強いことは昨年証明済みのチームです。アクシデント連発みたいなことが起きない限りは、今年も優勝に最も近いチームでしょうね。2位マリナーズ、3位エンゼルス。昨年のゲーム差ほど戦力差は大きくないと考えています。 マリナーズはレイやウィンカーの加入で、投打もに間違いなく強化されましたが、現時点ではプレーオファー争いできそうなチーム止まり、エンゼルスはトラウト、レンドーンの復帰という追い風に、先日取り上げた投手陣の補強もあったりで、こちらもプレーオファー争い入れそうな戦力とはなった印象です。ただマリナーズには MLB 屈指ともされるマイナーの層の厚さがあって、9回トップ3の有望株、フリオ・ロドリゲスの開幕メジャー入りも決まりましたし、シーズン中には先発のジョージ・カービーの昇格も見込まれます。 他にもマイナーの層の厚さを活かしたトレードデッドラインでの大型補強も可能で、それが難しいエンゼルスと比べて後半戦の伸びしろが大きそうな点、マリナーズをエンゼルスよりも上にしました。ただマリナーズは若手の依存度が高いので、エンゼルスが2位でも全くおかしくはないと思いますけどね。 で、大型補強のレンジャーズは4位。シーガーやセミエンとド派手な補強には動きましたが、投手陣の課題は山積みです。昨年のように100敗するようなチームではないにしても、まだ全体的な戦力不足の感は否めませんので、まずは勝率5割を狙うシーズンとしたいところですね。オルソンなど主力を一斉放出したアスチックスは再開。夏にはモンタスあたりをトレードしても全くおかしくはなく、さらなるチーム解体も見込んでの再開予想です。ということでエールの予想こんな感じです。 皆さんの予想もどしどしコメントで聞かせてくださいね。次回は NL 編となりますのでこちらもお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。